私が初めてフランスに行ったのはですね、1980年、もう今から40年近く前ですね。私新聞記者になって間もなかったんですけども、パリで世界の新聞記者を集めて1年間そのジャーナリズムを勉強する、そういう機会があったんですね。その後1989年でしたけど、パリ支局長ということで特派員として赴任しまして、3年近くおりましたけども、当時はちょうどベルリンの壁が落ちたりした年でね、フランスも欧州の、リーダーとしてミッテラン大統領が本当に活躍しておられましたので、そういった姿をこの目で、見られたというのはとても幸運だったなと思ってます。だからその後も時々フランスには行ってますし、今は毎年日経はですね、パリで年に1回欧州にいる特派員を集めた欧州総局会議というのをやってまして、私ももう毎年そこに出席するとか、それから時々文化事業展覧会であるとか、そういったこともやってますので、最近はよくパリを訪ねる機会を持ってます。もう非常に重要な取材対象だというふうにずっと考えてます。日本経済新聞がパリに支局を作りましたのは1954年、その頃からもう60年以上パリで取材を特派員を置いてやってます。その後もEC とか EU とか、ヨーロッパの市場統合の動き、それから冷戦後の欧州の新しい秩序作りとか、いろんなその節目でやっぱりフランスというのは欧州のリーダーであって、政治経済いろんな舞台で全体を引っ張っていく役割を果たしていましたので、もう我々にとってはもうそのフランスの政治経済を追いかけるっていうのはもう不可欠のことでありましてね。日仏ジャポニズム2018ということでですね、さまざまなイベントが行われていて、たくさんのフランスの方々がこの日本の文化芸術にですね関心を持っていただくというのは本当に我々にとっても嬉しいことだと思っています。こういった文化活動というのは当然我々でもですね、今後とも何がしかの貢献を続けさせていただきたいと思っています。と同時にですね、今もう一つは大事なことは今民主主義とかグローバリズムとかね、そういうフランスが大事にし我々も大事に思っていることがですね、どうもその変質するような動きが起きていますね。こういったことをこれ以上悪化させないために民主主義やグローバリズムの価値というものをですね、世界に訴えるという意味でもですね、日本とフランスっていうのは協力できるんじゃないかというふうに思っておりまして、文化事業だけでなくですね、経済政治の、セミナーとか、そういった形でもですね、何かお役に立てればなというふうに思っております。メッセージというかちょっと PR ですけども、今のジャポニスム2018の中でですね、最後の方のプログラムですけれども、来年の2月にパリのシテドラミュージックで私日本経済新聞社が主催いたしまして、おのおの講演を予定しております。でこの能楽というのは日本にとって非常に大事な伝統芸能の一つでありまして、ある程度は知られているんですけども、そのおのをですね、初めて屋根を作った舞台をパリで再現しましてね、その中で本当に一流の能楽師の方々に演じていただくという
機会がございます。ぜひ楽しみにしていただきたいなと思っております。